神奈川県人権ケアセンターです。お盆休みだったんですけども、非常に香ばしいニュースがあったので紹介したいと思います。実はですね、ブラック解放同盟とですね、あと人権連、東京人権連という、共産党系の団体が、東京都とね、よく協議会をやってるんですよ、年に1回。で、それに対して情報公開請求がされて、その議事録を公開しろっていうことですね。その時に東京都がね、最近の制度では、その当事者団体に、この場合、解放同盟東京都連と東京人権連に情報公開請求があったけど、どうした方がいいですかっていう意見を求めるっていう手続きがあるんですね。その時に開示決定等にかかる意見書っていうのが、都の方に各団体から出されるんですけども、さらにこれに対して情報公開請求をしたっていう人がいまして、これは教育正常化推進ネットワークといいまして、10年以上前から東京都で活動している、いわゆる保守系の市民団体ですね。在特会とかそういうのとは違って、どっちかというとこう情報公開請求を中心とした穏健な活動をやってるような、保守系の団体です。で、そこが請求したら、なぜかですね、この意見書がですね、最初はね、黒塗りで出てきたんです。この辺もう真っ黒黒ののり弁状態で出てきたんですけども、それに対して異議申し立てというか、最近の制度と審査請求ってやったんですね。情報公開審査会の方でその公開の是非について審査してほしいと。で、その審査請求の過程でいろいろ書面をやり取りするんですけども、なぜかですね、この黒塗りにする前の意見書が東京都からこの教育正常化推進ネットワークに送られてしまったんですよ。で、これは完全に東京都のね、具体的には総務局法務課の事務手続き上のミスだと思います。間違ってこれ封入してしまったんですね。おそらく最近ではね、インカメラ審査って言って、黒塗りにする前の文書を情報公開審査会に送って、実際そこで見てもらって審査するってことをやるんですけども、本来ね、情報公開審査会に送る文書を間違ってこの、審査請求をした教育正常化推進ネットワークに送ってしまったんだと思いますね。で、今それで吸ったもんだしてるわけですけども、とにかくですね、結果的にこの東京都が黒塗りにした意見書がね、公開されてしまったわけですね。で、この内容っていうのがね、非常に興味深いわけですよ。人権連に関しては、意見は特になし。これはつまりはね、その行政との交渉記録を公開してしまっていいよってことなんですね。で、解放同盟としては、これは、要は公開するなっていうことですね。その公開するなっていう理由が、ここに書いてあるわけですね。読んでいただければいいんですけども、要約すると、こういう議事録は公開を前提としているものじゃないので公開されたら困ると。あとは、被差別部落の固有名詞なんかが入ってるから、そういうのが差別の助長になると。あとは、その中身をね、都合よく引用されて、解放同盟に反対する団体だとか、差別を助長するような人に利用されてしまうということなんですね。でも、突っ込みどころはありますよね。そのブラック差別の固有名詞なんても、ブラック、被差別部落の固有名詞ですか。こんなもんね、解放同盟の東京都連は、杵川地区のなんとか、そういうね、本をいっぱい出してるんですよ。そういう部落の名前書かれたような本を。だから、こんなもん理由にならないし、あと、都合よく引用されて、その反対するような団体利用されるって言うけど、都合よく引用しなくても、これ全体からしておかしいから、別に引用するまでもないんですよ。全部載せたっておかしいんだから、こんなの。それでね、これで非常にね、発見があったのは、実はね、川崎市、神奈川県で、その我々、神奈川県人権啓発センターは情報公開請求してるんですけども、で、今でもね、今は川崎市とこの審査請求をして、いろいろ争ってるところなんですけども、いや、実はね、この多分ね、神奈川県の人権連と解放同盟も実は同じ対応したんじゃないかと思うんですよね。で、実は神奈川県の人権連には一度聞いてみたことがあるんですけども、やっぱり、
神奈川県とかにこの手の情報公開請求を、まあ、我々がするとですね、やっぱり意見を求めるように来るそうなんですよ、神奈川県から。で、人権連としては、まあ、そんなもん公開していいよっていうふうに毎回返してるっていうことなんですね。だから、東京でもね、人権連っていうのはそういう対応してるんですね。で、おそらくね、解放同盟も同じような対応してたんですね。で、実はね、これ、川崎市のね、弁明書なんですよ。川崎市、まあ、我々がですね、川崎市に対して、その、ブラック解放同盟から、川崎市に提出された文書を公開するように求めたら、こうやって川崎市からですね、まあ、審査請求して、その弁明書が届いたんですけども、その中にですね、実はこれと同じことが書いてあるんですよ。そのブラック差別出身者が分かるだとかね、うん、そういうことが書かれてるんですよ。だから、神奈川県の解放同盟もこれ多分同じようなことを毎回言ってるんですね。で、これまあいろいろ役所が弁明するんだけど、これ実はね、この川崎市だったら川崎市の意見っていうよりは、これは解放同盟の意見なんですよ。これはそれをまあほぼ丸写しみたいな状態出してきたっていうことがね、くしくもね、これで分かってきたっていうところがあるんですね。それでね、まあ結局これ何が問題かっていうとね、まあ、ブラック差別の標的にされるって言うけども、ここですよね、ミソは。だけど、まあ、さっきも言ったように、解放同盟っていうのはブラックの地名なんかどんどん出してるし、で、なおかつね、東京都の解放同盟なんて、役員ほとんど東京都出身じゃないですよ。よそからわらわらやってきた連中ですから。まあ、神奈川県も実は結構そういう人が、入ってるんですけどね。というか、そのブラック出身でさえない人がいっぱいいますからね。一方でこんなこと書いてるわけですよ。だから、その、まあ、これでよく分かったのは、やっぱ解放同盟っていうのは、やっぱこのブラックというものを利用して特権を得てる団体ですよ。普通だったらこんなのね、行政との交渉内容とか、いくらもらってるかっていうのは、オープンにされるんだけども、普通の団体だったら。だけども、こう、解放同盟っていう団体は、その、まあ、ある意味特権として、情報が秘匿されると。後ろ暗いことをやってても、そのことを隠し通せると。その理由っていうのが、その、ブラック差別とかそういうことだっていうことなんですよね。だから、結局、解放同盟っていうのは、その、部落というものを出しにして、こういうこっそりこっそりこそこそ変なことをやってる団体というふうにしか思えないんですよね。やっぱこれを見ると。だからそういうものを実証する上でも、この記録っていうのは非常に大事だと思います。だからね、これね、東京都のね、職員ね、これまあ、意図せずやってしまったのかもしれないけども、絶対責めちゃダメですね。東京都の職員 GJ とよくやってくれたというふうに言うべきだと思うんですね。うん、だからね、ぜひともね、東京都のね、小池百合子知事に置かれてはですね、ぜひ、当該職員には寛大なる処分を、まあ、せいぜいしましょ、始末書一つ出すぐらいでいいと思いますので、寛大な処分を願いたいと思いますね。で、それで、まあ、全国のね、こういう役所の職員の方はですね、こういうふうにですね、東京都見習って、しれっとね、こういう動画関係の文書を公開するといいんじゃないかと思います。ということで、今日の啓発動画でした。